YouTube の皆さん、岡田博です。今日はですね、JR 飯山線の、森宮の原駅にやってきたんですけども、今日これからですね、森宮の原駅をですね、現地レポートやっていきたいと思います。この森宮の原駅の駅舎はこちら、こんな感じなんですよね。これなんか古民家再生風の駅舎で、なんか昭和を感じるような味わい深い駅舎になってますね。この白い壁と木製ですよね、白いコンクリートの壁と木製ですよね、それをコラボしたような駅舎なんですけども、なかなか味わい深い駅舎で立派な駅舎になってますね。で、駅前通りはこんな風になってんですね。駅前通りはこんな風になってるんですけど、かつては、で、こちらになんか小さな雑貨屋である棚があって、で、こちらには新聞社があるんですね。新聞社があって、あー、なんかこれ昔の新聞の看板ですかね。いや、こんな昔のレトロな新聞社のあの看板とは珍しいですね。いや、結構味わい深いですよね。全盛期だった頃、この駅前通りもかつては相当にぎわっていた時の、その繁栄時の名残があるんでしょうかね。この味わい深い森宮の原駅なんですけども、で、こちら駅前にはあの頑張ろう栄村駅前店っていうのがあるんですね。で、プレハブ的な商店になっているんですけども、で、あの、で、ここで向こう側にはですね、なんか絆館っていう建物があるんですけど、実はここ森宮の原駅はこちらの看板にあると思うんですけども、あれ違ったかな、あー、これ森宮の原駅交流館になってるんですね。ってことは、ここ地域住民の愛情感ってあるんですかね。で、栄村になっているんですけども、おそらくはここ栄村の中心部になるんかなとは思うんですよね。あ、バス停もちゃんとあるんですね。あ、バスの本数はこんな感じなんですね。で、実はなんですけど、ここ栄村はですね、長野県北部地震で被害が出た、こう、長野県最北部の村なんですけども、この仮設風の商店も、この仮設風商店なかなか独特で、あの大震災の被災地をなんか思い出しますよね。で、そして駅前には自販機と観光案内のマップですかね。ちゃんとそれも完備されてるんですね。で、実はここ森宮の原は、ここ森宮の原駅はある看板が有名なんですね。あ、標準って言ったらいいかな。実はここあるものが有名なんですけど、それがこちらになります。はい、これ皆さんご存知でしょうか。日本最高積雪地点ってなってるんですけど、そうなんです、実はここ森宮の原駅は、あの、日本鉄道で最も積雪が高い駅で有名な駅なんですね。見てください、ここ7メートル85センチも積もったそうなんですね。昭和20年の、2月12日に記録したとのことです。いや、すごいね、これ。そうですね、この標柱はですね、結構立派ですよね。で、あと、この標柱の前に、これ何やら花のような飾りがあるんですけど、これおそらくはライトアップなんですかね。これ多分イルミネーションでライトアップするための、
飾りですかね、それがなんかありますね。すごいですよね。あ、そう、ここそうなんですよね、日本有数の積雪地点で結構有名なんですよね、飯山線の森宮の原なんですけど、いかにもここ観光地の駅にもなってるんですよ。で、ホームはこちらになるんですけど、ホームはこれから行ってみたいと思います。いや、これすごいですよね、日本最高積雪地点の駅なんですけど。そうですよね、飯山線でやっぱりおすすめしたい駅の一つですね。まあ駅舎とコラボしてもちょっとあれかな。でもこれじっくり映しとかないとね。あ、駅名表と入れるといいかな。あ、駅名表入れるといいね。よし。で、こちらの駅舎も立派なんでよく写しときましょう。で、しかもここフリーアクセスもできるんですね。あー、雪残ってますね。見てください、雪残ってますね。そうなんですね、ここ森宮の原駅は雪が降るとこうなんか雪の壁ができるみたいなんですよね。雪が多いとあの黒部みたいな、あ、黒部のアルペンルートみたいな雪の壁になっちゃうんですよ。緑豊かな境村なんですけど、あ、雪入るといいね。あー、こういうサムネイルがいいかな。あー、どうしようかな、このサムネイルにしようかな。あー、これいいね。標柱が入ればもっといいんだけどな。んな感じにしようかな。このイルミネーションが邪魔してるんだよな、ちょっとあれだな。まあ標準なしでこれ、あ、雪入れてこのサムネイルにしようかな。これでもいいかな。いやー、雪の壁になっちゃうんですよね、森宮の原。いや、ここフリーアクセスもできるとはすごいですよね。あ、駅の駅舎とホームは構内踏切で結ばれてるんですね。あ、このレトロな看板いいです。あ、いいですね。また乗ってくんね、また乗ってくんねかいか。いいですね。いや、これも映しとかないとあれだな。あ、踏切もな、すぐそこに踏切もあるとは。で、そしてこちらの線路なんですけど、こちらは、こちらの線路は、十日町越後川口方面になりますね。で、構内踏切を渡るとこちらが駅のホームになるんですね。で、列車交換で、で、もちろんここ1面2線で列車交換の駅で、しかもここ、あの観光列車で有名なオイコットの停車駅にもなってるんですよね。ホームは3両分ぐらいはあるか、3両分ぐらいはありますかね。ただサムネイルをどうしようかなんだよな。これにしようかな。こっちはどうかな。あ、今気づいたんですけど、森宮の原駅名表変わったんですね。前来た時国鉄風の駅名表だったけど、変わっちゃったんだ。あ、こういうのもいいね。あ、これいいかもしんない。あー、これいいかも。あー、サムネイルこれにしようかな。なんかいいかもしんない。うん、これにしようかな。反対側も一応写しとくか。まあ本当そうだよ、ここまで来たんだから映さないと。でも足滝駅、あ、そうですね、森宮の原駅の次足滝駅になってるんですけど、足滝駅はここはあの秘境駅で有名なんですよね。ちょっと今日時間の都合で行きませんので、
そちらについてはちょっとご了承していただければと思います。いや、ホーム結構長いですね。いや、でもホームはそうでもないか。一面二線だ、そんな長くはないか。でもそうですよね、ここ長野県の北部地震の被災地になったんですけど、こちらが先ほど話した絆館になってるんですけど、だから震災当時のなんか写真が飾られているとのことですね。あ、列車停止表3になってますね。で、そしてこの先、あ、この先トンネルになってますね。こちらの線路は長野方面のトンネル、長野方面の線路になるんですけど、尖りの座温泉方面はトンネルに入っちゃってますね。で、駅の周辺はもう山ですね。見ての通りもう山ですよ。いやー、ここもやっぱり雪降ると相当すごい。ここも雪がもっとやばい時は雪の壁できちゃうとはやばいですよね。あー、これ、あー、これ駅名表じゃダメか。あ、駅名、あ、これと駅舎出るといいか。うん、あー、こういうのもいいか。あ、なるべく駅名表も入れたいな。こんな感じになっちゃうか。こんな感じもいいね。あるいはこんな感じはいいか。あ、駅舎と入れるとこんな感じか。こんな感じでいいかな、サムネイルは。でもいっぱい撮っときたいよね、サムネイル。ここまで来たからにはね。あ、駅名表と入れるとこんな感じか。あー、でも駅舎入れちゃうと駅名表が撮れないか。あ、駅舎、あ、こういうサムネイルもいいかも。あ、こういうのもいいか。ここまで来たからにはサムネイルいっぱい撮らないと。あ、こういうのがいいね。こういうサムネイルにするかな。うん、これにするか。うん、サムネイルは迷うな。後で考えよう。でもここまで来たんだからがっつり映さないとね。それでは今度は駅舎内見てみますか。はあ、やばい、もう尺の、もう時間になっちゃうとあれだな。あ、雪入れるとこんな感じか。こういうのもいいか。それじゃあ今度は駅舎内見ていきましょう。手短に行こう。あ、駅舎内はこんな風になってですね。発車時刻表はこんな感じなんですけど、うわー、本数すごい少ないですね。うわー、ダメか。こんな少ないんじゃ無理だな、さすがに。厳しいね、さすが飯山線だ。これは油断できないぞ。足滝はそうか、森宮の原の隣か。ダメか、難しいな。あ、飯山線開業して90周年なんだ、すごいね。なるほど。あ、トイレもちゃんと管理されてて、あ、これすごいね。なるほど、こんな風になってんだ。はい、
それでは以上をもちまして森宮の原駅の現地レポートは終わります。この駅は簡易委託駅だったんですけども、立派な駅ではございました。以上をもちまして森宮の原の現地レポートはこれで終わりにしたいと思います。それでは次行きたいと思います。